吉田さんこんにちは。そうですね、ぼったくりバーに入ったところを動画撮影して公開するっていうのもなかなか面白くてアクセス稼げちゃいますよね。だからああいうところってなんか行ってみたいようで怖かったりで、そういう時にどうしたらいいんだろうみたいなのがね、例えばプロボクサーを育てたね、まあ、亀田さんっていうのがいますよね、西成に、うん、亀田三兄弟を育てたお父さんですけども、あのお父さんがなんかオタクの格好をしてぼったくりバーに潜入するとか、三崎裕太さんがぼったくりバーに潜入するとかね、ああいうのなかなか面白いですよね、うん、あすごいなと、精神力もすごいし、それをやってのけたっていうのがまた面白いですね。で、私の住んでる町にはああいう店がね、あるのかないのか分かりませんし、まあそういうところに出入りしないんで、本当に一つのファンタジーとして楽しめたりするのと、あとさすがにね、歌舞伎町に行った時とか、うん、なんかあんなのがあるんだろうなと想像しながら歩いてましたしね。広島市内ではぼったくりに私会ったことがあるんですけども、ぼったくりのレベルが低くって、レベルっていうのがぼったくられる金額がね、で騒ぐほどでもないなっていうところがあってね、まあなんとも思わなかったんですけども、いや面白いですね。で今回ね、それとはちょっと違うかもしれませんけども、私が、ね、たまに見るね面白いチャンネルがあるんですよ。それはですね、世界中のその風俗を体験して回るという男性でね、ジョジョチャンネルっていうのがあって、まあ多分そのジョジョの奇妙な冒険にかけてるんでしょうけども、なんかそのラファエルさんみたいな仮面をかぶっていつも出てくるんですよね。でアンダーグラウンドなところとか、ちょっと危なっかしいところとか、衛生環境の悪いところとか、発展途上国とか、国内とかね、日本国内とか、いろんなところの風俗をとにかく取材してどん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 体験して出してくれてるんですよ。だからそれがね、羨ましいとかなんとかじゃなくて、こんな生き方もあるんだなと思ったり、あ、世界中にそのいわゆるね、そういうことで男性を待ってる女性がいるんだなと思ったら、さすがにね、人類、うん、生まれてそのなんですかね、そういう性風俗と泥棒は一番最初から生まれた商売であって、多分最後まで続く商売だろうみたいなこと言われてますけどねなんかそういうのをね、地で見るような感じがしましたね。なんかエロチックな雰囲気はなくて、どちらかというと、うん、怖いもの見たさみたいな、そんなイメージで見てましたけどね。今いろんなものがコンテンツになるんですよね。すごいなと思いましたね。いってらっしゃい。